ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者になる情報を、起爆剤の情報を配信しております、宮崎文隆です。今日は2023年の10月の13日の金曜日です。先ほど終わりましたけども、サッカー未曽ブルードリームマッチ2023、これね、日本対カナダの対戦がありましたね。今日はなんかスカッとしましたね。もうサッカーが、始まってですね、キックオフが始まって、2分の時に早くも田中碧選手のゴールが見事に決まりましたね。ミドルシュートでしたね。いや、よく決まりましたね。この2分でバッと日本の勢いがつきましたね。そして2強ついたんですけれども、その後、向こうに PK を与えましたね。大迫選手。もうしょうがないです。最後のこう守りで、たまたま、手が足にちょっとかかったですね。まるで、ビデオ判定でこれが PK になりました。いやー、この日本の勢いがここでガッと砕けるかなと思ったんですが、ここがすごかったですね。大迫選手、もうカナダの選手のシュートをですね、これは飛び込んで足で、あれは右足ですかね、飛び込んだ残った足でボールを跳ね返しましたね。いやー、PK を弾いたとこから日本はガッと、もう、調子がガッと伸びていきましたね。まあ、これで、ゴールが決まってたら、ちょっとまた流れがどうなるかわからないというところでしたが、まあ、この大迫選手の、この素晴らしい、プレーが出ました。そして今度は、攻め込んでいったらですね、なんとやっぱり日本の圧力がすごかったんでしょうか。カナダがオンゴールをしましたね。まああれも追い込んで攻めていってるから、焦ってミスが出たわけでね、日本の圧力のこの凄さですね、日本の得点力の凄さが、まあこの数試合で20得点ですか、今日も4、まだあと点が入っていくんですが、この攻撃力が増しましたね。日本は、攻撃力がないと言われてたんですが、ここに来て攻撃力がドーンとついてきましたね。そして向こうがオンゴールした後も、また今度ですね、これは中村敬斗選手、これはもうパスが、いいパスが来ましてね、ものの見事に、これはスカーッと決まりましたね。これで、前半は3-0。でもカナダはそんなに弱い国じゃありませんからね、パスもスッスッスパスが入ってゴールまで迫られる、危ないんじゃないかと思う時に、日本のこの守備力というんですかね、もうシュート打たせないという、あれもすごかったですね。どんどん来た時にはパスがスッスッスッと来て、あのカナダのどういうんですかね、綺麗なパスが通ってきて、あっと危ない危ないというシーンがありましたね。でももうことごとくこの日本の守備で跳ね返しましたね。あれは見事でしたね。そしてですね、まあその今度後半になってですね、まあ、前半3-0、そして後半になって、またこれが田中碧選手、またこれが後半4分でドーンと、これも痺れましたね。もうこのゴールで4-0ですね。もうこれでもう全然負ける気はしなかったんですが、あとはカナダをいかに抑えるか、ゼロで抑えたいという気がなんかこうぐっとそっちの方へ気が回ってきましたが、さすがカナダ、パスがパパッと通ってですね、いやー危ないと思って言いましたが、見事に決められましたね。これはカナダのやはり力というんですかね、が出ましたね。まあ、これ日本ちょっと
まあ、かなりまあ弱ってたというんですけど、まあ、こう疲れてたこともあるんで、ちょっとこの守備力がちょっとのこう体勢が崩れたというんですが、そこをやっぱりカナダがもう意地でね、もう最後はカナダもどん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 点を取るに来ますからね、まあ、その攻撃力にやっぱ屈したというんですけど、1点もいられましたね。まあ、これはまあしょうがないですね。でもこれは抑えたかったという点もあるんですが、まあ、これはあのまあ、ワールドカップで優勝するというチームであれば、あれをまあ抑えないならないという、まあ、見方もまあありましたけど、まあ、その1点はまあカナダのやっぱ力に、があったということでしょう。それで4対1で、日本がカナダを破りました。その後終わった後、森保監督が選手を集めて話をしましたね。やっぱりあのその中で一番私が印象に残ったのは、やっぱりアグレッシブにチャレンジするという、これがですね、出ましたね。やっぱりあの攻撃力がないないと言われてたのは、やっぱりそのチャレンジはやっぱりなかったんでしょうね。そのアグレッシブなチャレンジなかったんですが、今日はそれが出ましたね。ですからやっぱり点が入りますよね。最初のあの田中碧選手が2分の時にミドルシュートですが、かなり離れてましたからね、ゴールまで。いや、あれでよく入ったなって。でもあれにチャレンジしてなかったら入らない。そして、アグレッシブにチャレンジするから課題が見えてきたと、これがいいですね。やっぱ何が悪いかはっきりしないんですが、チャレンジすればそこに必ず課題がくっきりと見えてきますね。その課題を修正して乗り越えた時に、もっと攻撃力がついてくる、守備力もついてくるという、やはりチャレンジしないところには課題がはっきり見えてきませんから、やっぱ強くはならないですね。平行線やっぱりチャレンジするとそこに課題がどんどん見えてくる、それをまた超えていく、でそこで強くなって、サッカー全体が強くなっていくということでしょうね。そしてあのやはり、前半のあのPK を取られたところなどは、やっぱりそこは我慢、やっぱりチャレンジ、アグレッシブにチャレンジするところは反対にやっぱり我慢というところはやっぱり大切ですね。そのバランスが今回は日本うまくできたんでしょうね。まあそれとですね、挑んでいくという姿勢、そしてまあ臆することなくどんどんチャレンジをする、そして挑んでいく、そして課題が見えたらそれを克服すればいいというところを持ちながら前に進んでいったんですね。今日はその中で、そういう点がどんどん見えてきましたね。私はもう見たかったのは久保選手がね、見たかったんですよね。今日は出番がなかったんですよね。でもそれとガオーという、あの、元サムレッジの選手。いやー、今日はもう走りましたね。すっごいスピードがありましたね。ああ、久しぶりになんかこの、ガオーというのこれを見た感じがしました。もう、まあ、自分で蹴って入れてもいいところを、まあ、パスうまくしたりしてですね。いや今日は出ましたね。よかったですね。髪型がなんか分けてちょっと形が変わってたような感じもしました。まあそれともちろんキャプテンの遠藤選手、もうやっぱり全体をまとめる力が、まあ、あるんでしょうね。まあいろんな選手が今日は活躍して、持ち場の選手が出たのと、そして前と変わった選手が出て、まあ、選手が変わるとそのフォーメーションの仕方とかちょっとコミュニケーションができないとできるんですが、選手が変わってもいけましたね。まあ、どの選手が出ても変わっていく、そして監督が指示しなくても選手同士で何かシステムを変えていくという、心当たりは、まあ、日本選手が成長したんでしょうね。いやー、そこら辺り日本のサッカーのこの力がずっ
じわ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 っと上がってきたんでしょうね。今日はサッカー水尾ブルードリームマッチ2023日本対カナダ4対1で圧勝しました。次のまた国際試合も楽しみです。そしてワールドカップの予選へ進んでいって日本の力を発揮してほしいと思います。今日は日本サッカーいい点が出ました。森保監督のどうですか、把握するというか育て方が非常に見えてきた試合でありました。そうですね、そういうような試合が見えてくると宮ちゃんとしてもやっぱりチャンネル登録の前進する姿が見えてこなくてはいけないなと思いました。ごきげんよう。